ちゃ。こんにちは。はい。はい、豊さん。はい。木曜日です。はい。はい。振り返りの日だね。そうですね。振り返り。はい、ちょっとまた少し内容変えますか。変える。まあちょっとした振り返りをやりながら、うん、最後に次の3連戦がどうなるかという予想をしたいと思います。予想してしまいますか。予想するよ。予想。まあなぜこうなるかっていうことも含めてね。はい。まあちょっとこの、振り返りをやってるわけだから、その流れで次の3連戦どうなるかっていう予想だよね。はい。予想、はい、豊さん大丈夫ですか。なんて順位予想とか当たったことある。まあ順位予想はさ、でもさ、西武が優勝した時に西武を優勝したのが俺だけだったかな、予想したの、はい、とか、うん、まあ単発では当たるけど、うん、まああんまり当たらないけどね、うん、ただやっぱこう流れで次の3連戦ぐらいはさ、うん、はい、ちょっと当てたいと思うよね。まあただ今ね、結構こう今までとは違って、はい、こう9回で引き分けが多かったりとか、故障者がちょっと出てたりとか、そういったことも考慮しての予想って難しいですけど。いや難しいよ、はい、引き分けはちょっとイメージできないんだもん。そうですね、だからそれはまあ難しいけど、はい、ちょっとやっていくからさ。引き分けもあるかなっていうところも含めの予想ですか。引き分けはあんまり頭に入れてない。わかりました、はいはい、ではそれも楽しみに、うん、まずは、はい、振り返っていきたいと思います、はいはい、ではセ・リーグから、うん、DeNA 対巨人ですね、はいはい、これは巨人の1勝1分けということです。そうだね、まあ、うまくいけば DeNA が2勝できてたと思うんだけど、だけど、巨人もね、危機状態じゃない、怪我人が出て、はいはい、まあ、菅野坂本とかさ、まあ、ピッチャーと野手の大黒柱がいなくなったということで、でも若林と吉川の頑張りで1戦目は勝ったんだよね、はい、この三島が打たれるんだけどさ、両方とも、まあ、例えば若林には抜けたフォーク、吉川にはスライダーということで、はい、まあ、変化球を打たれたんだよね。で次の日の記事を見た時に、はい、まあ、OB の佐々木が、大魔神佐々木が、はい、三島は変化球で勝負する投手かっていうふうに言ってたのね。俺もそう思ったわけ、はい、で次の日勝ってたんだよ。そうですね、すごくもう流れとしてはそうそう、はい、勝ってて、で三島が抑えればそのまま勝ちっていう、うん、今季初勝利というね、巨人戦から。で丸にスライダーを打たれたんだよ。で岡本に繋がれた。でやっぱりさ、そういう記事って選手たちも見てんだよね多分。だから岡本が絶対まっすぐ狙ってんなと思ってて、やっぱまっすぐ投げ損ないなんだけど、うん、それをホームランされたというね、はい、まあそういう、まあ、2連戦だったんだけどさ、まあ、うん、DeNA にとってはすごくもったいない試合だったし、うん、巨人にとっては非常に収穫のあるというか、うん、若林、吉川、ね、坂本の穴を埋めるべく若手が頑張ったと、岡本が主砲として働いてくれたというね、はい、まあそういうカードでした、はいはい、DeNA なかなか巨人からの白星がないな、遠いですね、遠いな、はい、では次のカードいきます、はい、阪神対中日、はい、これは阪神の1勝1分けです、まあ、ここもね、はい、中日がね連勝できてたと思うんだよ。だけどやっぱこう阪神の強さと阪神のその野手の動かし方、まあ、例えば1戦目はさ負けててね、まあ、ダイソー熊谷を送り走らせて点にするとかさ、はい、まあ、非常にその打てない時にどうするかという、まあ、そういうことがしっかりできてて引き分けになったし、うん、で2戦目なんかはさ負けてて中日がさ再三チャンスを作るんだよね、うん、ノーアウトランナー1、2塁で8回にはノーアウトランナー1塁でパスボールでノーアウトランナーセカンドになった。もうここでバントしないんだよね、うん、まあ最初のそのノーアウト1、2塁は木下っていう捕手がねホームランヒットって打ってるから、はい、これは木下に託したんだろうけどもさ、もうその同点に追いつかれた8回ではノーアウトランナー1塁でパスボールして、まあ、ワイルドピッチしてノーアウトランナーセカンドバッター大島1番で、はい、まあ、ここはやっぱバントをしてサードに送っといて、で1点取ったら絶対勝ててたゲームなんだよね。でも阪神の粘り、まあ、サンズがホームラン打つんだけど決勝のね、やっぱ強いチームってミスをしても負けなくなる、で相手のミス作戦をも変えてしまう、そういうなんかこう力が出てきたよね阪神にはね。
だからすごく収穫のある阪神にとってはゲームだったかなと思うよね。はい、はい、では次です。はい、はい、ヤクルト広島、こちらは1分け、そうだね、はい、まあ1試合しかなかったんだけど、はい、まあ、田口と森下の、まあ、投げ合い、まあ、素晴らしかったよね。でその中で森下の調子がすごく悪かったんだよね、うん、審判との相性も悪かったのかもわからないけども、フォアボールが6個ぐらいあったと思うんだよ、はい、まあ、その中で粘って点をやらなかったという、だからこう着実になんか日本のエースになってきてるなっていうような、うん、まあ、そんな感じがしたよね。まあ 0-0 の、まあ、今日中止で 0-0 の引き分け、はい、まあ、ちょっと広島はね打てないから、うん、ちょっとこういう雨を気分転換にしてほしいなと思うよね。はい、はい、森下投手はやっぱ、2年目ですけど、うん、昨年とは何か違ったりしてますか？やっぱ修正力が違う、まあ、1年目からそれは感じてたんだけど、はい、より冷静になったよね、うんうん、だからまあやっぱり頭のいい子だね。なるほど、うん、ではパ・リーグいきます。はい、日本ハム対オリックス、はい、こちらはとオリックスの1勝1敗です。はい、はい、まあ初戦は9対1というね、日本ハムは圧倒していくんだけど、その中にあって、まあ、前の動画でも言ったけど杉本、はい、このホームランがすごかったわ。看板直撃だけどさ、あの低めをあそこまで持っていける打者って日本人ではそうそういないよ。だから杉本が覚醒してきたなっていうような、そういう試合だったよね。で2試合目は2対1で日本ハムが勝つんだけど、はい、山本が負けるという、オリックスにとっては絶対勝たなきゃいけない、うん、ただ相手が加藤だったということね。で日本ハムの加藤ってさ、地味なんだけどものすごく丁寧なんだよね、ピッチングが。うん、いかに低めが大切かっていう投球を見せてくれて、はい、で勝つわけだけども、はい、あの山本がワンボールに対して変化球を打たれてるんだよね、ーホームランを、はい、で全部打たれたのが変化球、うん、で太田の決勝タイムリーも変化球なんだよ、うん、で俺この試合は解説してたんだけどさ、はい、山本に感じたことはやっぱり各バッターの特に右バッターのインサイドに速いボールを投げないと、はい、やっぱ今後苦しむね。まああんまり点が取れ、あの点を与えるピッチャーではないけども、はい、より完成度を上げていこうとすれば、やっぱ右のインサイドっていうのが一つのポイントになってくる。だいたい8割方、左バッターも右バッターも8割方が外だもん、うん、そしたら狙われるということだから、だからちょっと今後気をつけてほしいなと思う。直接見ていてそういう感じ、そう感じがした。はい、では次ですね、はい、楽天対西武です、うん、これは楽天の1勝1分けです。そうだね、はい、まあ岸が勝てない、岸に対して西武はどうしたか、ファーストストライクをどんどん打ちに行ったんだよね、うん、でそれでやっぱ組み立てができなくなってきてるという、うん、ただ、さすがなのは3対3で引き分けたということだよね、はい、次の2試合目は則本が勝った、これ久しぶりの勝ちなんだよ、うん、まあ、これで則本の流れが変わってくれるといいなと思うよね。うん、はい、はい、では次いきます、はい、ソフトバンク対ロッテ、はい、はい、これはロッテの1勝1分けです。はい、はい、まあ1試合目は二木のコントロールの良さが際立った、うん、でコントロールがいいとさ、やっぱバッターってこう圧迫感を感じてくるんだよね。やっぱ次は外なの、次は内なのかとかさ、はいはい、次は落とされるのかとか、はい、まあ、二木も多彩だからさ、まあ、ソフトバンクのバッターたちを、まあ、牛耳っていったという。でソフトバンク2試合目、うん、まあ、ロッテもさ勝っててひっくり返されてみたいな、もういろいろシーソーゲームをやりながら2点勝ってたんだよね、はい、でモイネロにやっとつなげたわけよ、うん、 そうですね、そしたら先頭バッターミスしてサードゴロを低投して、はい、それが取れずに一塁残っちゃったんだよね、はい、それからちょっとモイネロの気持ちが変わったのか、まあ、連打を浴びて同点になるという、うん、だからここら辺さ、モイネロがしっかり抑えてくれないとやっぱ苦しいのと、打てるピッチャーと打てないピッチャーがはっきりし始めてるね。やっぱりいいピッチャーに対してなかなか点を取れない、まあ強い時のソフトバンクっていうのはさ、いいピッチャーでも点を取る術があったんだよね、いろいろ、はい、でもそれがなくなってるっていうことが
すごくやっぱ今後不安だよね。なるほど、うん、はいはい、はい、で振り返りは以上、ね、はい、はい、では、はい、次の対戦カードを、はい、そして予想をしていきたいと思います。ね、はいはいはい、まずセリーグの対戦カードが、はい、巨人阪神、はいはい、中日対ヤクルト、はい、広島対 DeNA、パリーグがロッテ対西武、はい、日本ハム対ソフトバンク、はい、オリックス対楽天です。はい、はい、まずセリーグから予想を、まあ巨人阪神、はい、伝統の一戦、はい、阪神の2勝1敗、お、はい、でね、これはやっぱこの全部のカードの中の一番の注目カードになると思うんだけど、そうですね、ね、はい、で阪神の予想先発が青柳、うん、アルカンタラ、うん、伊藤なんだよね。はい、で対巨人は、はい、畠、サンチェス、今村、これね3連敗もありうると見てるんだよ俺は。巨人が、巨人の、はい、これやっぱ青柳っていうのはこの前岡本にさ2本ホームラン打たれたけど、うん、それで沈んだんだけどさ、まあ今度はこんなことしないかな。でアルカンタラっていうのはファームで投げてんだけどもう素晴らしい安定感なんだよ、はい、で伊藤っていうのがちょっと心配なのが開幕3連勝してるでしょ、はい、ルーキーで、はい、やっぱちょっと疲れてくるかなっていうような、ここはこの辺りで、この辺りで、はい、だからここら辺がちょっと山かなと思うんだけど、まあ、伊藤がピッシリ投げたら畠、サンチェス、今村で対応できるだろうかっていう不安があって、なるほど、まあでもまあ巨人も1勝ぐらいするかなと思って、はい、まあ伊藤の出来次第なんだけどね、うーん、まあ2勝1敗という、はい、阪神有利という、はい、ね、予想ですね、はい、予想、はい、では中日ヤクルトは、中日ヤクルトはね、はい、中日がねやっぱ打てないっていうのとやっぱね迷うだから点を取るときにバントするのか送るのか、うん、それとも強行なのかっていうのに、でダイソー出しててせっかく、うん、このダイソーどうするのかってなんかねすごく迷いを感じるんだよ。なるほど、点を取れないから、なるほど、そのケースでいつもそういった、うん、こうこの時はこうだろうっていうのがあまりないっていうことですか。まあ持ってるんだろうけどさ、はい、それはあんまり感じないんだよね。阪神戦は感じなかったんだよ、うん、はい、だからすごく迷ってんのかなっていう、うん、いやここだったらもう代打だろうっていうところ代打だ、うん、送らなかったりだとかさ、なるほど、なるほど、うん、だから相手の術中にはまっていくというさ、はい、でヤクルトっていうのはすごく戦略的になってきてるから高津監督が、うん、はい、だからここら辺でやっぱりこうヤクルトの方が有利かなって、やっぱ打てるだけにね、はい、だから2勝1敗ヤクルトの2勝1敗、うん、はい、はい、うん、なるほど、うん、はい、では次、まあ明日は、うん、あの勝野と金久保が投げる、まあ金久保がやっぱいいんだよ、魅力的なんだよね、うん、まあ勝野も調子がいいけどね、うん、はい、では、うん、次広島対 DeNA ですね、はい、はい、これはね、DeNA の2勝1敗お勝ち越した。いやこれは大喜利だからじゃなくて、はいはい、まあ明日ロメロが投げるんだよ、はい、でロメロがすごく良かったんだよね、うん、この前もまあ勝ちにはならなかったんだけどさ、うん、広島がね今打てないんだよ。で全体的な調子っていうのが落ちてる。ただこの雨で気分転換ができてるのか、それと DeNA が本当は移動ゲームだったんだ明日、はい、巨人戦終わった後に移動して明日の朝起きて移動ゲームだったのが、はい、この雨で移動できてんだよね。なるほど、だから体力的にすごく楽になったと思うんだよ。だからそういう意味で DeNA が勝ち越すかな。2勝1敗でこれ2勝1分けでもいいぐらいで、だから広島が、うん、はい、広島がそのぐらい調子が悪い。だからまあここら辺が広島の踏ん張りどころだし、はい、DeNA にとってはチャンスだよね、うん、逃してはいけないチャンスですね。そうそう、上を狙う意味ではね、はい、はいはい、ではセ・リーグはそんなところですね、はい、はい、ではパ・リーグの予想をしていきます、はい、ロッテ対西武はいかがですか、うん、これはねロッテの2勝1敗、うん、はい、西武もね勝ちきれないんだよ。だから、まあ、ロッテっていうのはすごくいい試合をこうずっと続けてるしね、はい、でねこの3連戦で佐々木朗希が多分投げると思うね。えなんかニュースでもやっぱり見たいでしょ。そうですね、なあそろそろ
だってオープン戦だけでもあれだけ感動して、はい、やっぱそういう思いを背負ってマウンドに今度は多分先発でいくと思うから、うん、公式戦初の、はい、だからここら辺をちょっと期待したいよね、うん、だからロッテの3連勝もありえるけど、まあ明日高橋光成が投げるんだよね。あ、はい、だから高橋光成で一勝するかなっていうような、うんうん、感じで見てるけどね、はい、これ高橋光成がやられたら本当にちょっとわからないよね、うん、3連敗っていうのも西武は考えなきゃいけないかもわからなくなる、うん、ただ佐々木朗希が初先発でどちらかったらそこにチャンスは生まれるけど、でもやっぱりチーム力今の状態を考えるとロッテの方が有利だよね、はいはい、なるほど、うん、では次日本ハム対ソフトバンク、うん、はい、これは日本ハムの2勝1敗、やっぱソフトバンクが勝ちきれない、勝ち越せない、なんかモイレノの打たれ方だとかさ、9回先頭バッターエラーしたりだとかさ、はい、まあそういうことをこう見てるとなんか勝ちきれるイメージがないんだよね今ソフトバンクに。で日本ハムは粘りが出てきてるし、はい、まあ、そこそこ調子のいいバッターたちも出てきてるという、だからまあここら辺はやっぱこう札幌の本拠地だし、うん、だから頑張るかなっていうふうにね、はい、で明日あの伊藤ルーキーの、はい、が先発で、うん、まあ、石川と投げ合うんだけど、はい、まあ伊藤には勝たせてやりたいなっていうことは思うよね、はいはい、なかなか勝ちが遠かったですからね、うん、まあ、一勝やっとしたけどね、はい、まあ、流れが変わってきてると思うから、うん、まあここら辺もその、うん、まあいい投げ合いをしてくれると思うよ、はいはい、ではオリックス対楽天、はいはい、これは楽天の2勝1敗、うんうん、楽天もねもた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 してるんだよね、はい、もた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 してするけどもやっぱこう上位にいるという、うん、で岡島とかああいうバットも当たってきたし、まあ島内か島内も当たってきたし、あとは浅村がホームランとかもっと出始めると、うん、ここら辺から波に乗っていくのかな、うん、ただそのオリックスの投手陣っていいからね、はい、ここら辺を2勝1敗で乗り切ったら、はい、まあこうちょっと調子続いてくるかなっていうふうに思うよね、うん、うん、うん、だからまあ山岡と涌井が明日投げるけど、はい、まあ今日か今日投げるけど、まあ、涌井も安定してる、まあ、山岡はちょっと打たれるっていうことを考えると、まあ、楽天がちょっと優位に進むかなっていうふうに見てるよね、はい、はい、なるほど、どれも2勝1敗っていうような、まあそうだね、そうですかね、あの、まあ、いっぱいって書いてるのはこれ分けっていうことも含まれてるよね、可能性としたらね、はい、注目は巨人阪神だよ、でパ・リーグでは佐々木朗希が土日のどっちかで投げると思うんだよね、うん、だからまあそれが楽しみだなというふうに思うよね、はい、はい、まあパ・リーグは混戦になってるし、そうですね、このカードを見ると、うん、まあ、A クラスと B クラスが当たるんだよね、はい、だからここら辺で一気にロッテが首位に立つ可能性もあるし、はい、ここら辺で順位変動が結構あるかもわからない、ね、まあ、あるって言っても5ゲームぐらいの中にひしめいてるわけだから、はい、あっても大したことはないんだけどさ、まあ、いろいろ変わる可能性がある、うん、で危ないのはセ・リーグ、巨人がやっぱり頑張らないと阪神が一気に突き放す可能性があるということで、直接戦いますのでね、うん、だからまあここら辺がどうなるか、まあ楽しみですね、はい、はい、では予想がどういうふうになるかも含めてまた楽しみです、はい、はい、